ヤクルト、年度別、チーム最多安打。2010年、青木宣親、209本。2011年、青木宣親、170本。2012年、ミレッジ、143本。2013年、バレンティン、145本。2014年、山田哲人、193本。2015年、川端慎吾、195本。2016年、坂口智隆、155本。2017年、坂口智隆、155本。2018年、山田哲人、165本。2019年、青木宣親、145本。2020年、村上宗隆、120本。2021年、村上宗隆、139本。2022年、村上宗隆、155本。